河野池善衛門は、江戸時代の代表的豪商の一つである、摂津国大阪の両外商、河野池家で代々受け継がれる名前である。家電によれば祖は、山中康生であるという。その山中鹿之助の子の、摂津国伊丹の酒造業者、河野池直文の子、善衛門正主が、摂津国大阪で一家を建てたのを初代とする。はじめ酒造業であったが、 1656年に両外省に転じて事業を拡大、同族と共に河野池財閥を形成した。歴代当主からは佐藤の愛好者、被護者、茶器の収集家を輩出した。情報落語の河野池の犬やハテナの茶碗にもその名が登場するなど、髪型における富豪の代表格として知られる。明治維新後は男爵に除せられて家族に列した。 大阪市の本邸跡は現在大阪美術クラブとなっている。初代、河野池前衛門元禄六年1月26日は、江戸時代初期の当主、名は正重河野池新六名文踏の八を、1619年に摂津国大阪へ移り、1633年に文家を建てる。屋敷のある今橋から、今橋河野池とも呼ばれる。 1625年には、大阪と江戸の間の海運業を、はじめ、諸大名の参勤交代や蔵物の輸送業務を、手掛けた。1656年には酒造を廃業して、両外商を始める。大名菓子、町人菓子、んや融通など事業を拡大した。1661年、秋田安を再興して、菩提寺とした。二代目。 河野池前衛門元禄9年5月2日は、江戸時代前期の当主、名はこれ衆、木植衛門を称した。三代目、河野池前衛門原文元年7月12日、名は宗都市、玄禄8年に家督を継承。不祖の手掛けた大名菓子事業を拡大し、河野池家の最盛期を築いた。法永元年の大和川の付け替え工事の際に生じた、 土地の神殿開発に着手、後に河野池神殿となった。また、市街地整備も手掛けて、時代を得た。大正8年、十五位を追蔵された。4代目河野池前衛門延長2年10月23日は、江戸時代前期の当主。名は胸貞、郷は、総雨、連馬祭、両明。三代前衛門宗都市の長男。 法永2年に16歳で家督を継承。教法8年に、長男秀益に家督を譲った。表千家七大天然捜査に支持した茶人であり、茶器の収集家として知られた。河野池隆氏は、河野池良明の名でも知られる。漢方2年には、京都大徳寺の玉林院に、祖先山中高生の遺廃堂として、南明庵を建立。これに付属して茶室。 美濃庵を造立した。五代目、河野池前衛門法歴14年3月26日は、江戸時代中期の当主。名は、そうます。号は、荒井耳斎。四代前衛門宗貞の長男。教保八年、七歳で家督を継ぎ、五代目前衛門となる。父、宗貞と共に、表千家七代天然捜査に指示し、茶人として知られる。九代目、 河野池前衛門開園4年6月20日は、江戸時代後期の当主。名は幸、幸井実郷は、野、行。八大前衛門幸井清の子。氷船家十大隋。王を捜査に支持し、茶人としても知られる。天保の大基金で貧民に、義援金を施したが、王子を平八郎の乱では、焼き打ち大賞とされ、大損害を受けた。詳細は、河野池光富を。 三章十代目、河野池善衛門大正九年は、江戸時代後期から、明治、大正まで活躍した当主。名は、幸い富。華英四年に家督を継承。明治維新後、第十三国立銀行を創設するなど、近代日本の金融、貿易の発展に尽力した。河野池三幸方十一代目、河野池善衛門昭和六年三月十八日は、明治、 大将、昭和初期の当主。名は、幸い方、私、善次郎とも称した。十代目前衛門高富の長男。明治十七年一月、家督を継承。日本生命保険の初代社長に就任。また、第十三国立銀行頭取大阪倉庫社長、関西大学評議員など務めた。明治三十年には、河野池銀行を設立した。 明治44年8月25日、父の功績によって男爵に除せられる。姉は大阪市屈指の資産家に、妹は白木屋社長の10代目、大村彦太郎に嫁いだ。妻の道子は三井高安の長女。長男は12代目、前衛門工商。次男、河野池美幸部は上流璃研究の第一人者として知られる。A 点。ありがとうございます。